鬼滅の刃カフェ、キャラクターイメージの料理を作ってみるよ。ねえねえリカちゃん、最近流行ってる鬼滅の刃って知ってる？そんなのもちろん知ってるよ。だって私めちゃくちゃハマってるもん。私も私も。ちなみに誰が好きなの？私はやっぱり炭治郎かな。ああ、あれ見て、鬼滅カフェ、めっちゃ気になるね。行ってみよう。すいません。ってくら、いらっしゃいませ。すいません、まだオープンしてないんです。なんでそんなに元気ないんですか？もしかして強盗が入ったとか？それが、お店は作ってみたもののメニューが思い浮かばないんだよね。あ、じゃあゆずちゃん、こういうのはどう？いいじゃんいいじゃん。なになに？私たちがカフェのメニューを考えてあげます。え、いいの？当たり前だよ。ちょっと電気つけてくる。それでは早速私から料理スタート。リカちゃんを応援してくれる子はグッドボタンで応援よろしく。まず最初に作るのはカフェだし、やっぱりジュースかな。鬼滅カフェっていうくらいだから、鬼滅の刃のキャラクターをイメージしたジュースを作るよ。コップを用意して、ブドウゼリーやコロコロコロ、ブドウジュースも入れていくよ。この紫色のジュースでどのキャラクターか分かった人はいるかな。実は私が一番好きなキャラクターなんだ。次はコーラを少しだけ入れていくよ。そして白いゼリーを入れて、あとはトッピング。このゼリーの上に紫の着色料を使って絵を描いていくよ。本当は黒で描きたかったけどなかったから紫で描いていくよ。うわー、細かいからちょっと難しい。体よれてきちゃってるけど大丈夫かな。模様ができたら今度はこの水色のパウダーを手に取って真ん中ら辺にかけていくよ。一気にかかりすぎないように手でやるのがポイントなんだ。次はピンクをやっていくんだけど、思ったより色が濃かったかも。でも一応完成です。ブドウのタピオカ入り、こちゃんシナブナジュースです。リカちゃんすごいじゃん。私はご飯系を作ってみようかな。まずは卵をコンコン、パカッ、高速混ぜ混ぜ。溶いた卵をフライパンに流して焼いていくよ。これは何を作ってるでしょうか。焼けたかな。卵が焼けたら炊飯器にセットしておいたお米をフライパンに投入。ケチャップライスにしていくよ。もう何ができるかわかるよね。私が作るのはオムライス。何のキャラクターかまだわからないかな。形を整えたら白いチーズを使ってある模様をつけていくよ。この模様で私の好きなキャラクターがきっとわかるよ。お皿にはチーズで作った雷マークをつけていくよ。もう一つ作って、若妻善逸のオムライスの出来上がり。あとはデザートが欲しいところよね。確かに。でもキャラクターはどうする？そこはやっぱり炭治郎とねずこでしょ。私ねずこ作るから、ゆずちゃんは炭治郎をお願いしてもいい？あやいさ。私が作るのはこのカップでねずこの和風デザートを作るよ。最初に入れるのはこの水飴だよ。このカップの半分くらいのところまで入れていくよ。うわー、水飴だからすっごい伸びる。次はこのふわふわで伸びるマシュマロみたいな生地を入れていくよ。その上にチョコアイスをポン。チョコアイスの上にはねずこの髪を意識してオレンジソースをかけるよ。ピンクの飴と緑の小さな飴を入れてねずこのイメージに近づけよう。桜餅パフェの完成。最後は私だね。私が作るのは炭治郎のデザートだよね。服のイメージの緑と黒で作るのは難しそうだから、水の呼吸をイメージして青と透明にするよ。そして緑のゼリーを使って炭治郎っぽさを出してみよう。本当は黒いゼリーもあればよかったんだけどな。紫だと炭治郎っぽさ出なかった。どうにかして炭治郎のイメージに近づけなきゃ。真ん中にチョコアイスを乗せて緑のメロンソースをかけたら炭治郎パフェの出来上がり。これで
ライバのカフェメニューの完成。どれもそのキャラクターっぽいし、味も美味しそう。これでやっと鬼滅カフェをオープンできるわ。本当にありがとう。みんなはこの4つの中でどれが一番食べたいと思った？美味しそうって思ってくれたら評価をぜひ。チャンネル登録